このレッスンではベースの入力を行います。はい、それではですね、ドラムパート、ここにさらにベースを加えましょう。はい、それではプレゼンスのですね、音色の中からベースの、その中のポップベース、これを出してください。ポップベースをドラッグ&ドロップで持ってきます。はい、そうすると、こんな感じの音ですね。はい。じゃあ、これでフレーズを入れていきましょう。で、今ですね、1小節から4小節までループになってますけど、このループ範囲が設定されてると、この同じ長さのブロックを簡単に作ることができます。はい。矢印ツールで、ここの何もない部分をダブルクリックすると、今設定されているループ範囲の長さのブロックができます。では、これの編集ですね。開けてみましょう。はい。では、ちょっと幅を広げます。はい。そして、一番先頭にですね、行って、はい。ここから入力を行います。はい。ではですね、まず、一小節だけ音を入れてみましょう。C2 の音ですね。この高さで入れます。まず、先頭のところダブルクリックして。はい。1個、16分音符で入れられたので、これを伸ばします。はい。これで1拍ですね。そしたら、2マス開けて。はい、こんな長さのノートを入れます。ここもこんな感じで、こんな感じで入れていくと。はい、こんな風になるので、三つ目も。入れると、全体でこんなフレーズになります。はい。ではですね、一小節目これで完成です。二小節目からは、このふわりは同じで音程だけ違うものですね。それを作ってみようと思います。で、またゼロから入れるのはめんどくさいので、これをですね、複製して持っていこうと思います。ちょっと横幅を縮めましょう。そしたら、これをですね、全部ドラッグして、選びます。はい、そして Mac の方はオプションキー、Windows の方は Alt キーを押しながら、これドラッグします。すると、このように複製できるので、複製した上で、音程変えます。今ですね、ポインターの近くに G1 と出てると思いますけど、はい。最初のとこがドでしたけど、下のオクターブのソにですね、移動しました。離すと、こんな感じで、ふわりは一緒だけど音程が違うという部分を、このように簡単に複製することができました。ちょっと聞いてみましょう。はい、こんな感じですね。では、残りのところも入れていきましょう。じゃあ、まずこれ全部選んで。はい、次はですね。やはりふわりは同じで、ラの音に持っていきます。これですね。はい、そして。はい、次の小節もコピーして、今度はシの音に持っていきます。はい、これで非常に手っ取り早く4小節入れることができました。では、ちょっと続けて聞いてみましょう。はい、こんな感じですね。はい。で、フレーズはできたんですが、ちょっと音がですね、強すぎる感じがする。ゴリゴリしすぎてる感じがするので、音色をですね、若干調整してみましょう。では、編集は閉じます。はい。そして、このですね、ポップベースのトラックの、この鍵盤マークをクリックして、プレゼンスの調整画面を出します。そしたらですね、音がちょっとゴリッとしすぎているので、フィルターを使って、少しですね、ゴリゴリした部分を削って、ちょっとマイルドな感じのベースにしてみましょう。では、フィルターのこのスイッチを入れてオンにします。
はい、この状態でちょっとですね、音流しながらこのカットオフのノブをいじってみましょう。はい、このように音がはっきりしたりこもったりするので、ちょっとマイルドなところに持ってきます。はい、これぐらいでいいかなと思います。こんな感じでですね、複数の楽器を組み合わせたときに、ちょっと音が片方合わないようになったときには、音色自体をいじってですね、調整するという方法もあります。では入力したやつ、もう一回トータルで聞いてみましょう。はい、こんな感じでドラムとですね、ベースのパートを入れることができました。特にですね、ベースパートを入れるときに同じふわりだったらもうコピーペーストでいけてしまうという、あの方法ですね。かなり効率化できるので、ぜひとも覚えておいてください。